狂気を人と列皇后は、南宋の根イタ氏の二番目の皇后。姓和陽、意味名は、慶氏と称した。十二歳に、自腹宮に入り、女、霊を務めた。元州はお経験の人というが、この当時は、身分や、生命の記録がなかった。美貌で多芸多才、書に巧みで、絵画も良くした。平洋軍王、蝶広武に見染められ、根イタ氏が即位した。 翌年の軽元元年3月、太子交代号保からネ井隆氏に悲賓として与えられ、平落軍夫人に封ぜられた。ネ井隆氏に最も長愛され、軽元3年4月に、に登った。この頃、洋継山及びその姉妹の洋乱枝なる、海景人の姉妹を自称し、洋景氏の名が記録された。軽元5年に縁起となり、ついで翌年には貴妃に上った。 反皇号が崩御すると、装備人と後継の座を争い、機敏な性格で、継承や歴史に精通した点が考慮され、固い2年12月に皇后に建てられた。装備人を皇后に強く押した管家とは、養子の恨みを買い、死はたる縁が開け、期三年に管家太を殺害した際、養子はこれに協力している。養子は二人の男子を産んだが、皆溶接した。 後継者に内定された、慶魂大使も家庭13年に病死したため、ネイ・タカは、いとこの義王、長の獅子であった長を、自身の養子に迎えた。しかし長は、陽光合と、死渡る縁の先見を憎み、最小との不和を招いた。家庭17年うるう8月、ネイ・タカが、既得状態になると、死渡る縁の圧力に押された、陽光合は、長を廃止、縁王。 小徳賞の旧姓今後の蝶春香が皇帝に擁立された。李州の即位後は、水連調整したが、病気によりすぐに辞めて年明皇太后と呼ばれた。小帝元年正月、年明時栄光太后の尊号が挙げられており、小帝3年12月には、ことぶき明人と福寺の栄光太后と加合した。小帝5年12月7日、自民殿にて71歳で崩御。 強制二列と送りなされ、ネイ・タカシの A ・シ領に合送された。宗島巻38、ネイ・ムネタダ・カ2年12月更新状による。宗島巻41、リ・ムネタダ・カテイ17年11月日美上に、リ5月16日ため交代号受継説との記述がある。陽皇后が生まれた将校32年5月16日は、 西暦で換算すると1162年6月30日となる。例には、学人、俳優、別室会の意味がある。ありがとうございます。